ロシアで武装反乱を起こした民間軍事会社ワグネルの創設者プリゴジン氏は24日、首都モスクワへの進軍停止を表明しました。ワグネル部隊とロシア軍がモスクワで衝突する事態は回避されました。プリゴジン氏は通信アプリへの投稿で、ロシア人の血が流れることに対する責任を自覚し、部隊を方向転換させていると述べ、 制圧していたロシア南部ロストフ州にある南部軍艦区司令部から撤収しましたワグネル部隊による反乱は勃発から丸1日で収束に向かいロシアのペスコフ大統領報道官はプリゴジン氏はベラルーシに向かうと明らかにしました ベラルーシ大統領府の発表によりますとルカシェンコ大統領がロシアのプーチン大統領との電話会談を受けてプリゴジン氏との仲介役を担ったとのことです。